通の、稀によくある。普通の、普通のスカブだったよな。キラの取り巻きでも何でもなかったよな。待って、何作る？グーチョキパーで、グーチョキパーで、何作ろう、何作ろう。右手がパーで、左手もパーで、ザビエル。こんなことしてるからレイドギリギリまで生き延びるんだよな。レイド最後まで生き延びるか、この歩いてるところをヘッショで撃ち抜かれるか、どっちかなんだよな。ただこれがこれがエリートになったら絶対にアドバンテージあるぞ。FPS が苦手な人間も、プロストリーマーを出し抜けることができるポテンシャルを持ってんだろうな。こういう暗がり、とか暗いところでこのなんだ隠密エリートになってると、この音がさ半分になるっていう風に考えたらでかいよ。あと走ってる時の音も、こうやってめっちゃ始まった瞬間走ってる人たちってさ、まあ隠密行動っていうスキルそのものに意味がないって思ってるからなんだろう、意味がないおよびめんどくせえって思ってるからなんだろうけど、あとは配信上見栄えが悪い、そう。何よりも配信上見栄えが悪い。こうやって歩いてるところを見せられて、ねえ、みな、こんな映像が、なんか、ねえ、切り替わらない、なんか、ねえ、見栄えしないアクションを、そのトレーニングするのって、なんか、あれじゃないっていうふうに思うんだよ、ほとんどの人が。オフでトレーニングしろやっていう話ではあるんだけどさ。でも俺は、ストリーミング上でやるっていうことに多分このゲームのテストの意味があると思うんだよね。レベルがどんどん上がっていくにつれ、どんな感じでプレイングが変化するのかっていうのが繊維がわかるからさ。だからどのぐらい変化していくのかって結構貴重なデータだと思うんだよな。こっち撃ってきてんだよ。塔上のスナスからだ。そう、塔の上？塔の上にいんの？あ、いた！よし。あんなとこにいるんだ。どれ、スナイパーって言うんだから、AK じゃねえかよ。AK を無理やりスナイパー仕様に改造してんじゃねえかよ。うわー、めっちゃコアだ。いいな。出待ちか、ど待ち。どうすべき。時間もないし。どうすんの、よし、動画あげよう。これピッ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 、ほとんど歌詞を変えてないぐらいの4貫通ってでかいよね。あ、 TP4 だ。でコールオブコール、違う。オブって書いてないや。コールコールだ。コールオブコール好き。コールオブコール GTSS。よいしょ。
それぐらい無理での戦いは俺の方が得意だぞ。当たったか。いや、生きてんな。うん、RS-12 だ。素晴らしい。よくはなった。貴公は誠戦士であった。配信タイトルを見て、昨日グラブルが発売したんだなっていうのを知った。それぐらいに興味がない。それぐらいグラブルに興味がない。アークナイツになる興味あるけど。そりゃ、今日公開した動画にめっちゃゴールデンエイジグレートアゲインしてるわけだしな。お前死んでる。さすが。さすがローグだ。ちゃんと打ち返してきた。インターチェンジ隠密行動部。ルールは簡単。インチェの地下を移動速度 25% 以下で練り歩くだけ。簡単でしょ。インチェの地下を過激歩きで練り歩く。そう。陰気歩きって言うなや。コバートって言ってくださいよ。過激アーチェンジ。インキャーチェンジ。みんなでインターチェンジを練り歩いて、隠密行動をエリートになって、みんなで陰キャになろうな。これは、ある種のカルト信仰でもある。サイレントヒルはね、今でも好きだよ。だから PS5 専用でさ、サイレントヒルの短編新作が出たのはね、大いに嬉しいことでもある。コンマイがまだサイレントヒルという IP を投げ捨ててはいないという証拠でもあるから。こっちか。いた。あの、いでちゅだがうのさばちや。решил ко мне лезть?
Ты засранец вонючий, мать твою, а? Ну иди сюда, попробуй меня трахнуть, я тебя сам трахну, ублюдок, анонист. Мечча бучгиретен. Иди, идиот, трахать тебя и всю семью. Говно собачье, жлоб вонючий. Дерьмо, сука, падла, иди сюда, мерзавец. Негодяй, гад, иди сюда, ты говно. Жопа! セリフが長い。どこに決まるんだっけ。ここスウェアだけど。シューティングなのにショット出すのにコマンドが必要なんだ。アップね。危険は早めに排除しておくに限るな。なんで俺結果的にローク狩りしてるの。この上登る方法ってあんのかな。ハンドガンで機銃ローブを縛ってシャボン玉。すごいだろ。